骨打ちなささみを使って、このニラの風味が病みつきになりますんで、すごくしっとり仕上がってます。これは悪魔的美味しさです。うん、夜中につまんじゃいますねこれは。さあ今回もババッと晩ご飯をご視聴いただきありがとうございます。今回ははい、悪魔のささみ漬けを作りたいと思います。鶏胸肉もね結構今高くなってきたんで、お値打ちなささみを使って、ちょっと簡単な一品を作りたいと思います。ババッとババご飯、悪魔のささみ漬け、材料はこちら。鶏ささみ3本、ニラ3本、酒小さじ1、水適量、めんつゆ2倍濃縮大さじ3、わさびチューブ4〜5センチ、いりごま適量。じゃあまずはささみの筋を取りましょう。ささみにこう白い筋があるので、これを取っていきます。取らなくてもいいんですけど、取るとね筋が残らないので、こういうふうにで、ちょっと切り込みを入れてあげて、こういうふうに包丁の背でギシギシやりながらやると、こういうふうに取れます。このダイレクトにこの背からいってもいいです。この細い部分をこんな感じですね。ちょっと残ってもそんなにね気にならないと思うんで、逆にして、めんどくさいって人はやんなくてもいいですか？やんなくてもいいです。僕はこれ好きなんで、この筋が。筋好きな人はこれはもう残します。取らなくてもいいです。でそうしましたら、耐熱容器にささみを入れまして、重ならないようにね、ささみを入れまして、でお水を入れます。ささみが半分浸かるぐらいかな、ささみが浸かるぐらい入れましょう。もうそしたらしっとり仕上がりますんで、ギリ浸かるぐらいでいいです。でそしたらここにお酒があれば、お酒を小さじ1ぐらいですね、風味付けになりますんで、でこれをふわっとラップしましょう。よし、でふわっとラップしたらレンジに入れます。で600ワットで2分半から3分加熱します。じゃあ加熱している間にタレを作りましょう。ちょっと今鶏肉を切りましたんで、裏面を使って包丁も一回洗いましょうかね。悪魔のっていうのは病みつきとかそういう系の？そうです、悪魔シリーズで。ニラを洗います。もう鶏肉を扱うときはね、生で触った手で料理しないとかね、必ず食中毒に気をつけていただいて。でニラを切ります。なるべく細かく切ってください。このニラの風味が病みつきになりますんで、ニラがないよという方は小ネギ、万能ネギでも長ネギでもいいです。香りのあるバジルとかでもいいですね。じゃあニラが切れましたんで、ちょっと下準備はもうほぼねこれで終わりなんですよ。ババッとババご飯、さあそれではできましたんで開けていきます。あ、ラップしといてよかったですね。じゃあちょっとねレンジから出してすぐにほぐさずですね、これちょっと余熱でも火が入りますんで、ポテンシャルにもよるんですけど、ささみ3本ぐらいだったら2分半から3分ぐらい加熱すればいいと思います。で火が入ってなかったらもう一回かければいいので、レンジに。ささみのポテンシャルってそれぞれ違うんですか？太さも違うし、結構でかいやつはもっとでかいやつもあります、
細いやつは細いです、ほんと。ちょっと開けてみましょうか。あ、いいですね、いい感じに。こちら、茹でたおつゆもですね、あの鶏のスープとかに使いますんで、味噌汁作る時の出汁とかね、これもよかったら捨てずに使ってください。さあ、じゃあ鶏肉に火が通ってるのか。あ、良さそうですね。じゃあちょっと切ってみます。あ、入ってますね、しっかり火が。じゃあ一口大に切ってもらって、じゃあこんな感じにカットしていきます。まあ筋をここの状態で取ってもいいですね、一回加熱してから取っても。そうした方が料理的には手を洗ったりしなくていいからいいかもしれないですね。ちょっと残ってたらこういう風にね出てきますんで、筋が。切ってから入れるのとはまた違うんですか？切ってから入れるとやっぱあのパサつくんで、丸のまんま、あのローストビーフとかもそうじゃないですか、丸のまんま塊でやった方がしっとりと仕上がります。じゃあここにささみを戻してつけていきます。そしたらここに先ほどのニラですね、細かく切ったニラで、お出汁ですね。これ白だしとかでもいいんですけども、今回はちょっと濃縮タイプで。2倍濃縮です。でですね、あんまり入れすぎるとこの漬け汁自体ももう余って使い道なくなるので、今回はじゃあこれわさびでいきます。わさびか和がらし、どちらかですね。今回はわさびバージョンで結構たっぷりめにいきます。でここでしっかりと混ぜます。でこの漬けだれもこのぐらいの量だと、あのやっことかにのせても食べれるので、余らせることなく使えますんで。でよく混ぜたら鶏ささみを戻します。で混ぜるだけですね。じゃあ2倍濃縮ぐらいがちょうどね、いい塩梅に仕上がると思うので、鶏もしっとりしてますし、あの何も味付けてないので、これを絡めてしまえば完成ですね。あとここにですね、いりごまをちょっとパラパラっと。はい、こちらで悪魔のささみ漬け完成しました。それではいただきます。いただきます。うん、ニラがガツンと効いてますね。うん、レンジでがっつり火を入れすぎずに余熱で火を入れているので、すごくしっとり仕上がってます。やみつきになるしヘルシーですね。油分もほとんどないし、だから取り出してから 1,2 分放置してみて火がしっかり入ってるからですね。それで中心部分がこうあのピンクじゃなければ火が入ってますんで、これは悪魔的美味しさです。うん、素晴らしい。わさびも結構ね、あの油がないので効きすぎるので入れすぎ注意ですね。保存する場合はちゃんと蓋付きの容器で蓋しないと、気圧性の辛みなので、あのわさびの辛さ飛んでいってしまうので、ラップとかしっかりしてから冷蔵庫でしっかり火が通ってれば3日ぐらい持ちますんで、大量に作ったらでもね、夜中につまんじゃいますね、これは。じゃあこちら、今回は悪魔のささみ漬けを紹介しました。よかったら高評価とチャンネル登録の方お願いします。以上、ババッとババご飯でした。